が全部が一つをちゃんと示してくださっておられる。一即一切、一切即一。今が無限の過去から無限の未来をちゃんといただききって、そしてまたこの今が無限の過去をまたちゃんと証明もしながら無限の未来を明らかに示してくださっておられる。一即一切、一切即一。どうですか、文句ございますか。文句ないでしょう。一即一切、一切即一で漏れる何物もない。ルー様、はい、あのこの方はですね、はい、一足一歳、一歳即一、はい、まあ、それは良いとして、それは良いとして、ね、まあ言い方が簡単に言うとできないんですよ。まあそれはそういう事実がございますが、それがあっさり言いましたね。それが本当にいただけてますか。それをいただくためにどうしてこんなに努力をしなければなりませんか。何努力なんかしたらダメなんですか。真実は全露なんです。全露、何にも隠してなんかいない。全てはすべて、いつも一足一切なんですから。全露、全部示してあるんですよ。素直にいただけばよろしい。いただきたい方は、普通は知らん顔しておられますけどね、みんなね。ごちそういただきながら、いただいたごちそうの味が本当に分かってる人がなかなか少ない。いただいたと思ったらもうすぐそれを忘れてしまったりもする。一足一歳、一歳足一、一足一歳、一歳足一。全部そうなんでございますよ。これだけポツンと話されているもの、そんなものはございませんので。今は無限の過去から無限未来をちゃんといただききった今。しかもその今は、今などいうものすらも捕まえてなどはおらない。なぜか全部だからです。一足一歳、一歳足一。すべては常にすべてでございます。しかもすべてなというもの、恥の恥すら捕まえることもできはしない。なぜでしょうか。分かる人ちょっと手を挙げてください。一足一歳、一歳足一。誰もその真実を本当に捕まえることは
できなさらないって申しましたが、なぜでしょうか。分かるような顔してる人が一人おられますが、その人どうぞ答えてください。分かるような顔してますよ。イエスみたいであなた自身だよ。どうぞ答えて。ルース様、はい、あの捕まえられるものと捕まえる人が同じだからじゃございませんか。同じだと。同じですから、捕まえる人ものも捕まえられるものも、はい、同じでございますから、捕まえようがありません。へえ、あなた朝飯いただいた。はい。誰が食べたの。いただいた人もいただかれたものも誰です。それはそれは私はいただきましたけど。うまかったでしょ。はい。どこへも行かないではっきりはっきりしておられますよ。なぜでしょう。全部あなただからです。一切一足一切一切足一、ね、全部いただききっておられる。誰があなたがね、皆さんも全部そうなんですよ。私だけ外されてるっていうようなことはございません。一足一切一切即一。よしっていう世界ですね。みんなそうなんですよ。何か文句ある？ありません。はい、よろしいです。太鼓お願いします。はい、どうぞ。一足一切一切即一。この一円の原点であり終局でございます。